バラエティ動画配信、さあ始まりました。渋さんプロジェクトということで、今回、皆様に集まっていただきました。簡単に、この、チャンネル番組がどういったものかをちょっと説明させていただきます。この渋さんプロジェクトといいまして、女優とかアイドルとか、モデル、バラエティタレントとか、さまざまな、将来の夢を追いかける、こっからこのねバコーンと行くんじゃないかなというふうな、ことで大型育成プロジェクトとして、集められたこの渋さんプロジェクトでございます。でもっと人数いるんですが、今回はもう厳選に厳選して、その中でトップクラスの、子たちを集めましたと聞いております。なので皆様多分トークもできるんでしょうと、いうふうに踏んでおりますので、ぜひぜひここでね、見てる視聴者の皆さんに、あの子いいなとか面白いなとか、思ってもらって、どんどんこのファンとか、増やしていってもらって、みんなちょっと羽ばたいていってもらうということの第一弾です。なので見て分かる通りね、カメラというかもうスマホです。なのでもうね、ここから全てはスタートします。ここからあの時ねスマホで撮ったの懐かしいねと、なれるように、まずは第一弾。もしかしたらこれは、外に出ないかもしれないし、あまりにひどい場合はもううちうちでスタッフさんがやめましょうと、言うかもしれない。だからみんなの頑張り次第でございますから、よろしくお願いいたします。この番組の MC を務めさせていただきます、お笑い芸人のズドンと申します。よろしくお願いします。さあ、まずはですね、視聴者の皆さんと僕はもう同じ気持ちでございます。みんなの情報が全く入ってないです。誰が何という名前か、なぜこの色が違うのか、それすらも、僕は分かってないので、これはこ、ちなみにこの色は、この色分けは何なの？クラスです。何の？渋さんプロジェクトっていう大きいなんか育成プロジェクトがあって、その中のイエロークラス、ピンククラス、ブルークラス、グリーンクラス。これね、1軍2軍とかではない、じゃない、なんとなくなんかクールなブルー。クールなブルー。かわいいピンク。かわいいピンク。緑は？大人っぽい。セクシー。いや、ほら、本人気づいてないから。大人っぽかったんだ。で？ちっちゃい子というか、中学生とか。元気そう。自分で言うパターンで、ちっちゃいというか、元気というかね。で、ピンクは、そうか、両端がピンクね。両端ピンク。で、これじゃあ、1、2、3、4クラスだと。で、これみんなはもう知ってんの？初めましてではなく。じゃないじゃないじゃないです。あ、みんな知ってるの？はい。じゃあみんな仲いいんじゃない？はい。大丈夫？はい。変な空気をしてない？大丈夫です。いける？はい。女の子ちょっと怖いから。なんか派閥とかあるわけじゃん。大丈夫ね。大丈夫ね。さあ、じゃあ、この、メンバーで、もしかしたらいろいろ他にもいっぱいいるんでしょ？全部で何人ぐらい？登録制バイトじゃん。80もいるの。80から今日8人よ。10分の1よ。10倍よ。だからすげえ能力高い8人なのか、スケジュールが空いてた8になるかわからないけど、でも80分の8だからね。まず第1回目で。で、俺1回目で失敗できないからあんまり。だからこう、なんつうか、ここは大丈夫だろうというスタッフさんの多分推薦があったんでしょうね。なんでこの番組でいろいろこの企画とか、なんかいろいろトークとかしてって、なんかこのみんなにこの良さをちょっと伝えられたらなというふうに思いますんで、自分がまだ気づいてないキャラクターもあるでしょうし、そういうところをちょっといろいろ磨いていこうというチャンネルでございますから、よろしくお願いいたしますね。お願いします。さあ、ということで、まずは自己紹介いきたいと思います。名前も一応つけてるけどね。一応つけてるけども、ちょっと名前とかも皆さんにこの覚えてもらいたいし、でどんなキャラクターとかもまだ分かんないんで、なんでちょっと自己紹介を、これからしてもらいたいと思います。で、多分目の前に立って「どうも何々です、なんかモノマネします」みたいなのもあんま面白くないんで、これから多分イベントとかをやって、これだってこれ何、ユニフォームなの？ちなみに。新衣装になった。そうなんですよ。これで。はい。めっちゃ、俺本当に、いや、みんなかわいそうだなと思って、もうちょっとお金かけてあげればいいのに。うっすい生きてるよ、本当に。
あからさまに衣装変わってくる。そうそう、なんかちゃんといいやつになってくると、どんどんで、まあいいと思いますよ、純白な感じで何もまだ染まってないということだと思いますから。ズドンさんに自己紹介。イエーイ。さあ、ちょっと自己紹介をするんですが、まあ、こういうふうにイベントとかもこれから打っていくと思うんですよ。例えばなんか、まあいろいろ道は違えど、渋さんですっつって出るのにあたって、なんか握手会とかそういうのあるじゃない、そういうアイドルでいうところの。だからこれから僕がお客さんとして握手会をね、あどうもみたいな、それを人に対して覚えてもらうっていうことで、そこで自己紹介一言ドンと、何々です、好きな、 なんか食べ物はとか、どう得意なものは何とかですっていうのをここでやってもらう、握手会という設定で、これからね多分あるであろう。なんで僕はここからこうやって歩いてきますから、ここで一人ずつ立ってもらって、自己紹介をしていただくと。でそれによって、席を変えます。席替え、はい、席替えします。上の方がいいんですか、下の方がいいんですか。手前でしょうね。アメトークとか見てもらうと、ここが一番喋れる人だからね、今のところ暫定1位。だからそれでいろいろ変わっていくから、だから一番ビリよ。今でも最下位、これまだ分かんないけど、今暫定で、今なんとなく決めてるから、それによって順位付けしていきますから、はい、30秒ぐらいかな、まあ、1分だね、短いのにギュッとどんだけ詰めれるか、あんまなかなかとやっちゃうからね、地獄みたいな空気になっちゃうから、さっとねやっていきましょう。じゃあまずは誰からいきますか。ちょうどいいところから、ちょうどいいところから。じゃあ僕はお客さんできますから、ね、ここに立っていただいて、はい、いきますよ。あ、どうも、ありがとうございます。名前わかりますか。いや、ちょっとわかんなくて、ピンクの藤田です。ピンクの、ピンククラスの藤田です。ピンククラスの藤田、はい、藤田何ちゃん。あ、藤田リリカです。あ、リリカちゃん、はい、よろしくお願いします。なんか、どういった子なんですか。なんかどうでしょうね、なんか変わってるってよく言われるんですけど、はいはい、どうなんでしょう。なんかお特技とか、なんか特技はセミのモノマネです。あ、じゃあちょっとそれ見せてもらいますか。はい、じゃあ、いきますよ。似てません。まえ、できますか。やってみてくださいよ。はい、終了。ただ一個も、まあいいかどうか別わかんないですけど、藤田ずっと手離さなかったから、これね、ちょっとこの熱量はね感じました、気持ちは。ただそのセミで一回最下位に行きます。セミ、はい、セミのクオリティがね、下手なことできない。いやいや、全然いいですよ、自分の良さを。何がいいか悪いかまだわかんないですから、藤田の良さ。まだその今のところ藤田が最下位なだけで、もっとひどいのが来たら繰り上がるか可能性あるかもしれない。さあ、じゃあどんどん行きましょう。続いては誰行きましょうか。もうやる気のある人からでいいですよ。いっちゃう、いっちゃう、もう早めよ、早めにね。最後はちょっとあれだから。さあ、じゃあ行きましょう。行きます。はじめまして、今日来てくれてありがとうございます。アイドル、いや、ちょっと始めましてですか。いや、イエロークラスの岩脇ルナと申します。あ、じゃあ、せっかくだったら、まあ、あの特技あ、はい、見せてください。はい、特技は湘南新宿ラインの英語版アナウンスです。あ、せっかくだったら、どっち側がいいですかね。どっち側高崎の方行くか、小田原の方行くか。小田原の方で、はい。いいですよ。
一回1位いこうか。おいおおおアナウンスの時の目力が半端なかったの。すごくずっと言ってるやばい、この子やばいずっと言ってるなんか。いや、いいですよ今のところ藤田変わらずですからさあ、今みたいな感じでどんどん特技を出していきましょう。じゃあ続いて誰行きましょうか。目で行きなよ。うちそうだよ、JK が一番喋れる。じゃあ、ね、JK 行きますか。はいはい、全県代表なんだ。さあ、じゃあ行きます。はい、お願いします。はい、あ、どうも、はじめまして、増田ねねです。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。知ってますか。いや、初めてです。初めてですか。はい、増田ねねって。あ、はい、さっき聞きました。はい、あ、高校2年生です。あ、高校2年生。はい、高校2年生で、はい、好きな食べ物はマグロたたき丼です。はい、マグロたたき丼。あの、マグロ丼じゃなくてマグロたたき丼。あ、叩かないとだ。叩き丼ってところがちょっと重要なんで、そこ覚えておいてもらえたら嬉しいです。はい、何ですか、何ですか、はい、ありがとうございます。あと、ギターが得意なんですけど、ちょっとギター弾いたことがあって、はいはい、そんな、それでギターが得意です。はい、ちょっとわかりました。あ、わかりました。本当ですか。すごい、ねるちゃん。はい、え、またぜひ来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、藤田交換です。はい、戻ってください。レネちゃん戻ってください。藤田さん、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 藤田さん。マグロ叩き丼そんなにアピールされた。全然テンション上がんないんだけど。ねえ、もう。ちょっと急に JK JK ってたのに、おばちゃん集がちょっとした。変わんないじゃん。戻った。よかったね。また、戻った。いや、ある、ありますよ。だから、もっとひどかったらどんどん繰り上がるそっか、そうそう。だから、ここ1、2、3、4、5、6、7、8です。あ、やだ、8、なんか何もしないと、何もしないと、何もしないと、そのままキープダメ。違う違う違う、個性求めてこうちゃんと。あ、そう、個性がね。そう、個性は個性大事。だから、個性出すのは出してから。そう、はまんなかっただけで。はまんなかっただけ。さあ、続いていきましょう。続いては、誰行きますか。おい、行こうぞ。行きましょう。もう出す、小道具もう出すね。行くよ、よし。かわいい、かわいい、かわいい。待って、ほら、見て、かわいい、かわいい。強いの持ってきたな。さあ、じゃあ行きましょう。あ、どうも、はじめまして。よろしくお願いします。イエロークラスの森川です。かわいい。ぜひ、のんのんって覚えてください。のんのん、あ、のんのんですか。お願いします。あるんですか、特技とか好きなもの。特技は今家で3匹ペットを飼ってるんですけど、はい、犬とハムスターと鳥を飼ってて、その中で犬 の鳴き真似が得意なので。あ、じゃあ、はい、はい、やりたいと思います。お、あ、いいですね。ありがとうございます。はい、どんどん1位ですね。いいですよ。今のシンプルでいいんじゃないですか。めっちゃ可愛かった。はい、3匹飼ってクマをこうつけてクマで飽きて。いいですよ。いいですよ。シンプルにやればよかった。いや、シンプルだったよ。じゃあシンプルの。シンプルだったけど、マグロの叩き丼がダメだ。こういう可愛さ。じゃあ用意してたんですよ。本当にもうザ・アイドルみたいな。あ、もう一回やっていいですか、じゃあ。いや、まだ早いから。早いから。まだやってない人いるから、ガッツくれ。いいですよ、どんどんいいですよ。じゃあ次行きましょう。誰ですか。行きましょう。ここ個人的に僕注目してるんです。この子がどう出るか。さあ行きましょうか。さあ行きます。あ、どうも、はじめまして。こんにちは、はじめまして。こんにちは、グリーンクラスの栗田のぞみって言います。あ、よろしくお願いします。はい、はい、え、ちょっと今日ライブ中マイク落としたの気づきましたか。あ、ちょっと、あ、見てなかった。よかった。だったらなんかもういつもなんか失敗しちゃうんですよ、そうやって。もう本当に恥ずかしくて、もう本当にどうしようとか思って一人でめっちゃ焦ってました。もう、あ、全然可愛かったですよ。なんか好きなものとか特技とかあるんですか。好きなものはなんか大体甘いものとかも好きなんですけど、最近あのおつまみにハマってて、すごい塩辛。あ、酒とば？
サミみたいな、はいはいはい、イカのサキイカ、はい、とかもすごい好きで、もうなんか美味しいなってめっちゃ思ってます。あ、そうなんですね、はい、あと汁物が好き。おいくつですか？16です。あ、16歳。高校1年生、16歳。あ、そうなんですね。はい、酒とばと汁物が好きで16歳ですね。はい、ありがとうございます。また来てください。ありがとうございます。じゃあ、その、なんだ、谷川ちゃん、谷川ちゃんいかまして。はい、そこはまた、叩かない。はい、叩き、ひどいから。いい？みんな一回セーブするよ。シグさんプロジェクト、みんなキャピキャピ、小学生から高校生まで、キャーマグロのたたき、酒とば、汁物。なんで、いいのかな、いいのね。あと、やらしく自分でマイク落とすストーリーを勝手に作る。そこは良かったの。そこは良かったんだけども、もうちょっとね、飯がね、もうね、酒のつまみなのよ。こっから末恐ろしいから、この状態でもこの16から酒とばと汁物は一回そこです。そこ7位8位ここです。あ、たたき姉さんはまだそこ、俺もたたき姉さんって呼ぶから。名前あります。のんのんと比べてみるか、ね、ワンワンとかに対して酒とばと汁物好きっす。すごいね、ただマグロ、タキド今のところツートップですから、最下位ツートップ来ましたから。さあ、じゃあ続いて誰いきますか。はい、行きましょう。どんどん勝てない、勝てなかった、猫がやばかったからね。さあ、行きますよ。さあ、はい、行きます。あ、どうも、はじめまして。山本カノンです。はい、あの、何のへんてこもてこつもない、あの名前なんですけど、はい、覚えてください。でもカノンちゃんってね、可愛らしい。あの、全部小学1年生で習う感じ。ああ、そうだね、簡単だね。ああ、じゃあ覚えやすい、カノンちゃん、はい、はい、なんか好きなものとか特技ありますか？特技が、顎にペンを挟むことなんですよ。顎にペンを挟むこと、はい、女子なのに女子とか関係ありますか？いや、なんかそういうの男性がやりそうじゃない。あの、どっちだと思います？これ挟むの。ちょっと一回、え、この太さいけない、この太さいけないでしょ。これもザキヤマさんクラスがこれ挟めるとしたら太いですよね。シャーペンぐらいの、あの、細身のちょっとやってみて、ちょっとやってみます。無理ですね。あ、そういうこと。この挟み縦なんです。縦ね、はい、あ、ちょっとじゃあ今細いペンを探しますから。ありがとうございます。じゃあこれ、はい、シュールシュールなんだ。いきます。はい、で後ろも向いて、はい。可愛い。可愛い。あの、調子いい時4本3本挟める。いいですよ。ありがとうございます。いいね。じゃあ3位です。3位。3位です。一応3位。ここ、はい、交代してください。いいですよ、いいですよ。なんでしょ、黙ってて。居酒屋コンビ黙ってて。俺、だから今日ね、その初めてじゃない、はい、皆さんとも会うの。どうしようと思って、その喋れなくメンバーが8人揃ってさ、見つけたよね。居酒屋コンビ見つけたよ。いい、いい、すごくいいよ、すごくいい、すごくいいけど、絶対ここには座らない。いいよ、いいよ、ここはね、やっぱりこの低学年というか可愛らしい、可愛さがないから、可愛さをちょっとこう、こう、あるね。あ、もう一個いい、古いのよ。可愛さのアピール古いの。いやいや、いいんだよ、そのこの小さい子なのにそのギャップがいいんだけど、この中ではまあお姉さんじゃない、お姉さんでマグロの叩きからこれやられるちょっときついよね。じゃあちょっと残りいきましょうか、どんどん。じゃあ次誰いきますか。あ、いいよ、いいよ、あ、違う、いく、いいよ、いいよ、いきますか。最終了します。あ、でも、もう、はい、ラジオのだいぶ癖強い、だいぶ癖強い。おい、居酒屋コンビ、お前落としめんな。大情報とかいらんから、そんなゼロの状態でね。あ、もしかしたら居酒屋トリオになるかもしれない。じゃあ行きますよ。
はい、いただきます。はい、あ、どうも、はじめまして。こんにちは。あ、どうも、ありがとうございます。お名前なんですか？アズドンと申します。アズドンさん、今日はありがとうございます。ありがとうございます。なーちゃんって呼んでください。こんにちは、ナナホちゃん。ナーちゃんって呼んでください。はい、ナーちゃんって呼んでください。ナーちゃん、なあちゃん、なあちゃん、なんか特技とか好きなものとかありますか？クレヨンしんちゃんのモノマネやります。あ、よろしくお願いします。俺のわらしんのすけだぞ、ねえねえお姉さん、ピマ好き？あ、いいですよ。ちなみに好きな食べ物なんですか？じゃがりこです。じゃがりこ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ交換してください。すいません。決まりです。上3人で撮る。じゃがりこかわいいですね。じゃがりこかわいいですけど、じゃがりこかわいいと思って言ってる感じプンプンしてる。そういうの言っとけば大丈夫だ感がちょっと伝わっちゃったんで。じゃあラスト、あれまだ行く、行こうか。見てて、見てる、見てるよ。安定、安定だから。ちなみに前評判はどんな感じですか、姉さん？叩き姉さんどうですか？叩きでも評論家みたいになってきてこの子はね、そうそう、本当にザ・アイドルって感じ。可愛いみたいな、可愛いって感じ。だから次からこの子だけもういないかもしれない。もうちゃんと上に行ってる。いやだ、いやだ、心配しないで。3人はもう多分レギュラー決定だ。しばらく、しばらく。1位2位もいます。俺が AKB がまだドーンって来る前に初めて会った時の野呂佳代と同じ匂いがします。なんかそっちの方面の、あんなちょっとバラエティ方面に行く感じの。いいですよ。じゃあちょっとね、前評判1位ね、ザ・アイドルなんで。わかりました。じゃあ行きましょう。注目がすごい。さあ、じゃあ行きます。あ、はじめまして。どうも、ありがとうございます。あ、どうぞ。リアンチョスコット、戸田リアンって言います。リアンチョスコット、リアンチョスです。リアンチョス、はい、はいはい。あ、チョスって呼ばれてます。リアンチョスからさらに縮めてチョス。リアンチョスちょっと長いかなみたいな。チョス、あ、チョス。チョスはどんな子なんですか？私はやっぱり、まあ、誰とでも仲良く話せるんですよ。おー、はいはいはい。でもまあ、そうですね。特技とかあるんですか？なんか特技、はい、あの、こう見えて剣道を年少さんからやってて。おお今いくつですか？今中学2年生。あ、中学2年生。チョスはじゃあずっとやってたの？ずっとこうやってやってます。あの、胸の筋肉だけあるんですよ。あ、腕の筋肉だけ、他はないのに。いいですよ、1位です。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。はい、食べて、はい、食べて。なんか変なこと言ったらどんどん下がってくるよ。かわいい、かわいい。だって、あの、見ました、最初の、もうなんか、これは多分おじさん心とか、お男性の年配の方くすぐると思う。ほんとされたい、握手。そう、ちょっと叩き出た、起き叩きで黙って叩きで、なんかそれ引率者みたいな、可愛いでしょこの子みたいな。どのポジションいっちゃったのよ。さあ、じゃあ ひとまずやりました。やりました、やりましたね、全員ね。さあ、じゃあこんな感じです。自己紹介の今、ただ一番かわいそうなのがこの辺よ。かもなく不可もなく、ザ・普通みたいな。こっから挽回もあるから、こっから挽回ありますから。で、まあ相当ひどいことがない限り、ここは不動だから。この3人。ご意見番の3人みたいになって。なんでキープなの。やっぱ1位取りたかった。1位取りたかった。いいよ、だトップ3だから、ここが今のところ。考えてから80分の8の中のさらにトップ3だから。トップ3、トップ3ですね。はい、そういう意味ではそうです、ね、圧が強いんで、もうなんか最初すごい可愛く行こうとしてたのにバレたなみたいな感じで、3人もういいやみたいな感じになるんです。いいです。じゃあ、まあ、この自己紹介、この名前を覚えててください。あと特技ということで自己紹介終了でございます。じゃあ続いてのコーナーに行きます。